はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？お絵描きうまくなろうクラブの花と言います。今日ですね、初めましてという方たくさんいらっしゃるかと思いますけども、ぜひ見ててください。今日はヒカキンさん、セイキンさんの超大作似顔絵を描いてきましたので、そちらをご紹介していきます。こちらの絵がですね、どのような工程で仕上がっていってるのかというのをね、紹介している動画になりますので、ぜひ、スクロールバーなどを動かしながらね、ちょっと長い動画になりますので見ていただければと思います。それではご覧ください。どうぞ。
Yeah.
はい、ご覧いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。今日はですね、ヒカキンさん、セイキンさんの2018年名場面を1枚の絵に起こして描かせていただいた超大作の似顔絵を見ていただきました。ありがとうございました。こちらの似顔絵描くにあたってですね、一つテーマを持って臨みました。こちらがですね、2018年に描く似顔絵が最後の作品になるなと、いうことでですね、2018年、過去最高の、似顔絵を描こうという思いでね臨みました。で、見事僕の中では、過去最高を更新できたかなと思っております。かなり、ボリューム感のある見応えのある作品にね仕上がったんじゃないかなと。いろんなね表情をかけたり、いろんなポージングでかけたり、シチュエーションでかけたりということでね、結構満足しています。で、今回こちら似顔絵見ていただいてですね、よかったと思ってくださる方、少しでもいいなと思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひね、グッドボタンお願いいたします。で、これからもですね、私似顔絵花とお絵描き研究アドでね、皆さんのためになる動画更新していければと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録まだの方お願いいたします。はい、2018年はね、2人の動画こちらで最後になりますけれども、また2019年私たち、活動していきたいと思っておりますので、ぜひ今後ともご覧いただければと思います。はい、ぜひねまた見に来てください。で、最後にですね、今回の似顔絵を描くにあたってですね、何枚かラフを起こしたんですけれども、こちらのラフ画でしたり、途中経過の、画像なんかも載せてますので、ぜひ一番最後の方まで、ご覧いただければと思っております。それではありがとうございました。我々の似顔絵オーダーも絶賛受け付けております。花さんの似顔絵にご興味がございましたら、インスタグラム似顔絵花で検索していただければ、たくさんサンプルをご用意しております。こちらのサンプルをご覧いただいて、どんな作品があるのか、どんな似顔絵描いてくれるのかっていうのが分かるようになっております。なので、こちらのインスタグラムのダイレクトメッセージからご注文お待ちしております。そしてもう一人のアドさんですね、いつも研究してくれてます。インスタグラムはキッティンボーグで検索お願いいたします。こちらはインスタグラムダイレクトメッセージよりお問い合わせをお待ちしております。そして最後に、お絵描きうまくなろうクラブのインスタグラムアカウントもご用意しております。こちらでは YouTube のですね更新の予告なども、更新しておりますので、こちらからメッセージなどお待ちしております。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。で、チャンネル登録まだの方はぜひお願いいたします。見れば見るほど上手くなる、書けば書くほど上手くなる、それがお絵描き上手くなろうクラブです。次回の更新もぜひ楽しみにしていてください。それでは2018年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年を。さよなら。